今回は城力一さんのプロフィール紹介からスタート。今回も気になる項目が多いですが、じゃあ行きます、はい。最近納得がいかないこと、うん、レバガチャからオファーがなかった。そして続いて最近運がいいなと思ったことが、レバガチャからオファーがあった。おー、いやー、いやー、待ってたんですか。待ってた、待ってた、待ってたよ。嬉しいな。嬉しい。呼ばるべきだね。なかなか呼ばれないなと思って呼びたかったんだよ、ずっと。いや、楽しみなんだよね。リキちゃん、レバガチャ仕切りたい？あのね、仕切るというよりはね、うん、ナレーション のあれやりたい。シェリー聞いてる？シェリーシェリー、ナレーション、お前交番だってよ。交番、交番ですよ。みんな狙ってるよ。あ、そうだ、ここいいんだ。じゃあ変える感じ。変えるか。もう一回タイミングでね。アイスケーキも被るもんな。そうそう、アイスケーキも被るし。バイバイ、バイバイ、ありがとうございます。お疲れ様でした。絶対に渡さないからな。絶対だからね、スタッフさん。10年後の自分に一言。ディナーショーやってるかい？ディナーショーって何？ファンの皆さんをね、一箇所、うん、なんて言ったら、結婚披露宴みたいな会場にね、はい、集めて、こうお料理を出して、うん、ちょっと食ったあたりで俺がステージに出てきて、お、あの歌とトークの2時間第1部歌とトークのショーで、はい、第2部は時代劇みたいなやつ。俺ね、多分10年もしたら俺配信主体の生活から、うん、ディナーショー主体の、 あのリアルイベントの営業とかなんか、 そっちのスタイルで全国回ってて、うんうん、行きたい、ね、やってそう、ね、行きたいというか、もう出ていいんじゃない？だって、あ、もう今、あ、う関西公演ゲストは佐々木作。あ、マジで、じゃあうちもこうやっていいんだ。そっちなんだ、やりたいの。やりたいの時代劇側なんだ。こっちか。今まで誰にも言ったことがない秘密。はい、誰だ。え、妹がいる。いるんですよ。これマジで配信でもほっとに言ってない、多分名言でも言ってない。どんな妹？あの、妹はですね、ピエロ、はい、公の仕事をしてます。あ、公、ああ公の仕事をしてて、はいはい、我々も公じゃないのか。それじゃプライベートの人。あ、そうかそうか、ごめんごめん、非常に嫌なこと言うな。好き？妹のこと。すっごいね、頑張ってるなって思う、やっぱり。ああ、いや、そう、喧嘩しない、本当に。あ、そうなんだ。去年のエイプリルフールに、うん、リリリのね、3人とで、うん、エイプリルフールだから、なんかちっちゃい女の子になろうみたいな、うん、企画をやったんですよ、3人でね、うん、その時に俺、ちっちゃい子のデータが、その幼少期の妹しかなくて、はい、で幼少期の妹ってこういう感じでなんかギャーとか言ってたなとか、はい、ダメなんだよみたいな感じで喋ったなっていうのをトレースしてやったんですよ、うん、はいはいはい。そしたら、あの、 LINE が来て、妹から、うん、あれ私じゃないですか。すごい、わかるんだ。本当私だったんだ。めちゃくちゃあの日の私じゃないですか。ごめんって返して。2人で協力して簡単なゲームのお題に挑戦。しかし2人には難関なあるルールが立ちはだかる。八代と佐々木の2人で仲良くできるかな。はい、ということで、前回はね、あの、まあ、手つなぐことも一回もないまま終わってしまったんで、うん、ちょっと怒られました、まあ、怒られました。まあ、ちょっとね、あの、スタッフの意を組んで協力していきましょう。さすがにコーナーが、はい、やばい、ね、コンセプトがやばいということでなくなっちゃうので、ね、しぶしぶでもね、やってみましょう。やってみましょうか。とりあえず頑張りましょう。ツインリーステージ1を手をつないでクリアせよ。はい、お、あ、打てるじゃん。あ、これ繋いでんねや。これ繋いでるね。あ、うち何も操作しなくても。え、これ動いてる。え、お前ちょっとなんか操作してみてよ。あ、できるじゃん。離れないんだね、別に。あ、離れられなくなったやん、これ。どうやって離れんの。確かに。はめられたんだけど。え、いや、ちょ、最悪だ。スタッフに従ってみればこれだ。いや、佐々木操作してよ。はい、別にいいよ。
わ。え、なになになに、楽やしね。ああやばい、ちょっと頼むよ。あ、じゃあうちが移動ね。オッケーオッケー、もう打つのはじゃあ任せるわ。分かった分かった、こっちのが楽やろ。いや、こっちの方が楽か。普通に考えて打つ方が楽じゃね。うちも打ちてぇな。あ、いいよ、交代する。よし、行くよ。はい、任してくれ。あの、それこそ、おい、あのね、地上にショット打つゲームなんですね、これ。地上に、あーお前、今、あー、最悪。はい、はい、もう台無しだよ。終わり終わり終わり。デバカちゃん、大パン。それではここで、リキイチさんのお土産を拝見。おや、なんだかいい匂いが。じゃあ私の持ってきたお土産なんですけれどもね、はいはい、もう今目隠ししてもらってるんで、うん、何かちょっと当ててもらおうかなと。え、目隠ししてるのに。この状態で当たるかどうか、ちょっとそっちに行くんで、はい、ヒントがあると思うんで、当ててみてもらおう、僕は分かってる。おいにーで、すごい、おいにーで、おいにーで、怖い。今佐々木行くよ。うん、ね、ちょっと番組をご覧の方には見えないかもしれない。当たり目。お、あ、いいとこ行ってるね。いいとこ行ってるね。そんな感じの匂いだ。じゃあ八代さん、はい、ちょっと前ごめんね、はい、あ、するね。ね、そんな匂いやんね。うん、するねだったのかな。いや、じゃあこれはもうちょっとね、じゃあ目開けてもらいましょうね。開けてもらえね、はい、うん、ね、お土産こちらです。でかっ。何これ。鮭とば好きだけれども、でかすぎるだろ。鮭とばの激ロングバージョンですね。ようこんな長いのあった ね、まあ、やっぱりあの北海道だったりしてね、鮭とばって本当に、うん、まあ、でも親しみのある味っていうのもあるし、あとゲームとかをね、こうやってる時に、うん、やっぱちょうどこうなんか噛みながら、あ、集中力を増したいという。噛み応えあるもんね。パンとかじゃないんだ。コントローラーくせえけども。そうだよな。今日 もう新居全体にこれを巻いて、やめろ。巻いて帰るってのよ。あのね、30センチ以上あるのよ。そう、本当に本当にこんぐらい。すごいよ。いただきます。いただきます。こう初めて食べるんだけど、どうか普通にこう、でも普通に硬いよ。結構硬い。硬いよこれ。絶対硬いよこれ。うん、めっちゃうまい。絶対好きなの。ダサいよ。もう肩をちょっと噛み切れてないんですけど。ガチで顎の力足りてない。足りてない。無理だこれ。すごい。どうして食べんの。野生が出てる今。ちょっと俺らも、我々もじゃあ行きますか。うん、はい。よいよい。はって。はっか。はって。あの、よだれがすごい。いや、本当に。ふじまのよだれがすごい。ね、口の中でも噛んで噛んで柔らかくして。うん。あんまりあの味きつくなくていいですね。ね、なんかもっと癖あるかなと思ったけど、うん、全然そんなことなくて。濃厚な鮭、なんか鮭を詰め込んだみたいな感じするよね。うんうんうん、しっかり味濃くなってる感じがする、うんうん。ちょっと食べきるのに時間かかりそうなんで、このままゲームへ行っちゃいましょう。鮭とば硬かったね。いやー、噛み応えがあったな。それがいいんだよ。うん、おい、やっきくん、まだまだ終わってないやよ。次はリキちゃん、行け。知らんやつ覚えてる。おやおや、やしろさん、随分と楽しんでいらしたようですが、あなたそのままではこの私めに惨めに負けてしまいますよ。そうですね、ザーボンさん、ドドリアさん。もうそうですよ。このゲームにおける私の戦闘力は53万です。この私の恐ろしさを見せてあげましょう。キュー。今回4人が遊ぶのはマリオゴルフ64。これまでのマリオゴルフシリーズに比べ、登場キャラが大幅に増加。コースを回る速さを極めるスピードゴルフや、最大4人で対戦できるパターゴルフなど、ゲームモードも盛りだくさん。ゴルフ初心者でも楽しめるマリオゴルフ64で目指せホールインワン。はい、というわけで今回はマリオゴルフ64で遊んでいきたいと思います。イエーイ。これ夢を以外は経験があると。あります。一応ある。なんだなんだ。え、いや、まあでもね、今回このゴルフはそんなに操作やらないんで、はい、あ、そうなんだ、うん、すぐ分かると思う。すぐ分かるよ。オッケーオッケーオッケー。なんか怪しい勧誘受けて今。すぐ慣れるから。最初だけなんだ。そうだよ、辛いこともすぐ忘れるから。あ、そうなんだ。楽しいよ、これ。はい、じゃあ行きます。おつぞ。じゃあプラムにする。謎キャラが。なんかさ、思ったより知らないんだけど。ハリーもいるね。キャラが。何やそいつ。俺のマリオ
知識が浅いのか。え、急に出てくるこいつらは。あ、そうなんだ、うん、なんか 4人ぐらい違うのいる。これ下のあれでなんて言うんだろう、こうマリオがすげえ一回左に飛ぶよみたいな、でマリオは右に一回ギューンと行くよみたいなんで、うん、癖がある、はい、マリオマリオ癖ある。あ、そうか、安いね。あ、そういうことね。お、いいね。ということで4人が選んだキャラはこちら。今回は4ホールの合計スコアで勝負です。さあ始まりましたレバガチャオープンカップ。コースはキノピオランド。4人の選手の素晴らしいプレーに期待です。それでは早速八代さんの第1打を見ていきましょう。向かい風なんだよな。向かい風、テレサはこっち向いてると向かい風。オッケーオッケー、力出てる。そういうことか。なるほどね、口から出てんだ。ちょっとやだな。さあロングパワーシックス、パワー、あー、惜しい。ほうほうほう、はい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 、はい、なーい、あー、こうだね、うん、146。ヨッシーはさ、パワーショットでナイスショットやると虹が出るんだよね。へぇ、そうなんだ。いいね、キャラによって似たいなぁ。似たいな、虹。痛い、若干右が向いてるもんね。ミスりましたね。ミスむずい。このプレッシャーに当てて、わお、お前曲がるな。あ、ほんまだ、お前曲がるな。このとこに、うん、このとこに落ちそうだよってことだよね。そうそう、そうだね。じゃあこれで最大、あ、え、あ、うまい、うまっ、どうだ、うまい、ワリオは、え、なに、え、なんかパワーか今の、ビリビリってなった。ワリオビリビリ、ビリビリしたね。わー、超えたね。やるやん、いいぞいいぞいいぞ、タイミングゲー。お前も変なとこ飛ぶな。謎の男、謎の男、ちょっと待って、行きそう、謎の男、こう行くとここ行った。あー、木の下か、いいの、そこで、いいの、大丈夫、木、なぜ大変だよ、向かい風だから、こう、ただ赤が、赤い家の線が狭い。行くぞ。ほんとだ、あ、ほんまや、おおおー、うまい、ナイスショット、うまー、こうなるんだ、うまい、こうなるんだ、狙ってなった、かっけー、うわ、おしゃれか、いいとこだし、狙ってんだ、すげー、リキちゃんうまい、このゲームめっちゃやってんだ。バーディーパット、バーディー、緊張するやん、バーディー、これ決めたらかっこいいよ。 12m は結構あるね、これかっこいいね、 12m ね、つまりほかダウンあるよ、今気づいたけど、強いか、強い、コースは良かったんだけど、ダウン狙いは良かったのに、俺だ、リキイチ、ちょごめん、うん、一回ちょっとさ、あの賭場でバーディーやって、あー、賭場だ、え、先賭場持ってるよ、先一丁かじられてる。あ、そうやって測るんだ、先賭場でね、そうやって測るんだ、グリーン芝目を見せカメラ見てくれ、キャディーなの、それともゴルファーなの。ちょっと固めてるよね、そうだね。すごい、あ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 、入れちゃった、酒とバーディー、酒とバーディーだよ、これが酒とバーディー、ずるいな、酒とバーディー、すごいな、ここ職人技だね、うん、お酒、どうだ、どうだ、いい感じ、これが怖いよな、マジかよ、よーし、第1ホールはシャケとバーディーのリキイチさんに続き、3人は落ち着いてカップイン、パーで終了させます。ここまでのスコアはご覧の通りです。それでは次のホールの準備が整うまでこちらをご覧ください。ゲームで振り返って、あの頃を語ろう、初ゲームモリアル、ゲストの初芸を振り返って、思い出、メモリーでエモい、エモーショナルをお届けするこのコーナー。早速ですが、リキさん、初めてプレイしたゲームは何でしょうか。はい、スーパーマリオ64です。いやー、懐かしい、名作中の名作で、はい、もう64持ってる子どもたちはみんなね、必ずやってましたよ。この名作とどのような出会いを。そうですね、ちょうどその64っていうハードが出て、一、はい、つ目のソフトとしてマリオ64が出たわけですけども、ね、64っていうのが新しく出るぞっていうのを、うん、なんかホビーフェスみたいな、うんうん、いわゆるやつがあって、うんうん、今話題の64に触れるみたいなブースがあって、はい、それに行った時に初めて触ったんですよね。最初の簡単なスライダーしかやらせてくれないんですよ。あ、自由に走り回っちゃいけないとね、ここのスライダーだけやってねっていう風に言われて、で操作何も分かんないから、はい、スーンと落ちて、はい、うわーっつって
本当になんか楽しいことが始まるんだなっていう気持ちはありました。ではその時の力一さんはどのようなタイプでしたか？そうですね、もう攻略本を平気で見るやつでしたね、はい、攻略本が好きだったんですよ。あ、わかります、めちゃくちゃ分厚いですよね、昔の大辞典みたいなやつあって、ちょっと信憑性薄いことばっか書いてあったりする。あここはむずいぞとか、なんか可愛いキャラのお出ましだとか主観でいっぱい書いてある。あの感じがね好きで、だから攻略本読むのがゲームと同じくらい楽しかったんで、ガンガン読んでましたね。今の自分にスーパーマリオ64が影響を与えた部分はありますか？何の因果か、攻略本のない人生を歩んでおりますね。あ、なるほどね。どこ調べてもこの先のあれが載ってないというね。どこでどう突っ込んでいけばいいのか、なんか泣きそうです。ジョー力一発言へのメッセージ。何の因果か、今僕は絵の中で旅をする君のように、攻略本のないバーチャルの世界であてもない冒険を繰り広げ、121枚目のスターを探そうとしています。遠いところへ飛んでいく勇気をくれて。ありがとう。レバガチャ第1本、レバガチャオープンカップ、続いて第3ホールの様子をお届けします。ちなみに第2ホールでは八代さんと佐々木さんがバーディーを出し、スコアの経過はご覧の通りとなりました。特に見せ場はなかったようですね。え、風が8メートル、え、距離強いよ、やば、8の向かい風、これはまあ、レア自体はレアエイを普通に、あー、はい、まあ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 、まあ、うわえ、あ、あ、あ、やばいぞ、やばい、あ、いったいったいった、うわいった、おめでとうございます。いや、一発で決まりましたね。仮に決めだったら、ね、したとしても、いやー、しまったなー、あ、わえ、うまいやけど、それよしよし、魔法だな、それはこれめっちゃ難しい、うん、難しいよね、これ、むずい、むずい、できへん、いやー、まあ、風きれい、うん、強いわ、風めっちゃいいとこ、え、どうなんのこれ、バンカーだから40から60ってことは、そのぐらい威力が軽減するってことかな、うん、そうですね、あ、なるほど、半分しか飛ばん、半分で、よく見て、あの赤いとこがすげえ少なくなってるから、ほんとだ、あそこ合わせないと変なとこ飛んでいく、あ、え、めっちゃ短い、いや無理や、一回外に出すという手もありか、あ、そ、その方がいいと思う、うん、うわぁ、ちょっとひよっとる、何お前言うねー、そっから言っちゃった、言っちゃったよ、バンカーで一番ウッドは信じられない、土だったら落ちる、おお、おおおおすげえ、え、これは本番に強い、それは強すぎ、任せろって、さすが八代さん、素晴らしいバンカーショットでしたが結果はボギー、オッケーオッケーオッケー、ボギー、第3ホールでは夢追いさんがバーディー、ここまで順調だった力一さんと佐々木さんがパーで終わります。なるほど、アイスパー、第3ホールまでのスコアはご覧の通り、バンカーに入れてしまった八代さんが順位を落としてしまいました。最終ホールは飛距離も重要なドラコンホール、ドライバーでぶっ飛ばしましょう。え、じゃあワイリー、ワイリーじゃよ、待って、ワイリー、ワイリーじゃよ、昨日ロックマンやってたな、やりすぎてんだよ、昨日ロックマンやってたな、この腕がやばいって、はいはいはい、これ、あ、あー、今1回目で、手のいい感じ、1回目で押せたから、ビリビリ、嬉しくなっちゃった、あ、乗った、乗った乗った乗った、余計通りだ、でかいね、これは、乗った乗った、これパワータイプ有利じゃないか、いや、いけるかな、ふっ、あ、ふっ、わー、惜しい、1回できると嬉しくなっちゃう、20段、忘れてたけどね、ね、でも危ない危ない、大丈夫、ナイスショット出したい、ナイスショット出たらこれは有利に近づきますよ、ナイスショットだな、あ、あ、やべえ、緊張すぎる、やばい、リキチ、やったやった、これやばい、やったー、まさかの、いやー、やばい、これやばいやばいやばい、何あれ、よし、行くぞ、あ、あ、お、こっちは、あ、微妙に違うのか、左の方が、どっちだこれ、どうだ、どうなる、うわ、流れるな、あー、足りないか、これはじゃあ
どうこれ。でもしかして、で普通のゴルフ。リキイチさん、木に囲まれ先にはバンカーがある。非常に難しい位置からのショットです。バンカーに向かって打つの怖っ。なんでも手前で落ちるでしょう。なんでこんな、なんでこんなギャンブルやるの。どうしてこんな辛い戦いようないギャンブル。いけるよ。さあ、リキちゃん男を見せれるか。見せたー。おー、上手。うまい。あ、しかもめっちゃいいじゃん。お、いいね。お、いいね、フェアウェイ。寄せるね。一打無駄にはしたけれども。いや、素晴らしい。ここパー5だから、はいはい、無理してここでグリーン乗せなくていいんだよね。あ、そうかそうかそうか、打数が多いんだ。うん。なるほどね。確かにパー5だ。パー 5? 広いもんな、結構。あの、5打までパーが許されて。ほえー。3打で入れるとまあイーグル、4打で入れるとバーディーみたいな。いや、いけるね。おお、いける気もする、俺も。ね。はっ。はっ。来た、虹が出るぞ。あれ虹そしてあぶねあぶねうまい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 よかしらしらうまいエクセレントうめぇよお前うまっかっちょいいゴルフうまいゴルフうまいゴルフうまいなキーないなんか大丈夫あれまあ超えていけばいけるいける超える超える超えていけばいいんだよ超える超えられないだろ超える超える超えるよしどうあおあえあなんで俺なんで悪くないじゃんなんで今なんでなんでヤシロさん本日2回目のバンカーこのままだと土がついちゃいますよってことでこちらのコーナーで気分を変えましょうか大満力の世界一を決める優勝ある大会それがワールドダンクラシック2021さあ始まりましたワールド大パンクラシック略して WDC 世界最強の大パン力を競い合うこの WDC 今回も楽しみですねさあ今回の出場選手はジョー・リキイチ選手です、佐々木さんこの選手の特徴は何でしょうかまあ見た目は完全に変化球ですからねちょっとパワーよりも戦略になるほど期待しましょうなるほどここで知能が試されるということでございましょうかおっとさあここで時間いっぱいとなりましたリキイチ選手一体どんなパフォーマンスを見せているパフォーマンスを見せている見せてくれるのか大パンサークルへ向かってくれそれですそれですあなたがそれです今からやるいいから大パンサークルへ向かってくれ違うリキイチ選手あなたがそれをやるんですあ私の取材によるとですね、はい、リキイチ選手は最近悲しかったことを叫びながら挑戦するらしいです悲しかったことありがとうございますリキイチ選手の大パン力測定お願いします分かっちゃいたけど俺の持ってきたお土産で控え室がくせい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 なんということだリキイチ選手の記録は779キロ大パンだこちらスロー再生で見てみましょうお前はスローになるいやいやいやさっきの映像使いますスローで再現しなくていいというわけでリキイチ選手779キロ大パンという大記録がまた出てしまったわけですけれども、はい、今の感想はいかがですかやっぱそんだけ臭かったもんね歯がね確かに臭かった、ね、いやーでもね気持ちが高ぶる臭さでしたねというわけでワールド大パンクラシック現在のランキングはこうなりました以上解説は佐々木作さんそして実況は私八代気づくでお送りいたしました失礼いたしますレバガチャ大パンレバガチャオープンカップ最終ホール地形と天候に苦労しながらいよいよ勝負も大詰めとなってまいりました手前でいい手前でいい おうまいよっしゃ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 めっちゃうまいそれそして八代さんもうまくバンカーを抜け出し全員がグリーンへここで佐々木さんにチャンスがバンカーって言ってたら結果的に6メートル悪くなるさあイーグルイーグルこれ出したらかっこいいぜこれ決めたらマイナス2だよイーグルはまあ出ないよ出ないねイーグルはイーグル出たらねあのセーブデータに残るよマジマジいつでも見れるのうわえうわ残して取るべきじゃないうわ難しいこんぐらい死んだなメートルの 0.07 アップ何 0.07 アップって若干高い高いからちょっと強めに打たなきゃいけないちょっとだけ強めに打たないといけない
でも雨もあるから、ね、雨もあるんだな。つまりここどうだ、弱いか。これすごいよ、総立ちだもん男どもが。光ってる、光ってるよ今日すごすぎる、すごいやった。何何文字ぴったんといい本当だよ、制した俺の番飛ばしてくんねえかな。座りたまえ、座りたまえ、すげえ完璧だったな今、すげえよ。分かってしまった。行きましょうか、一歩その頃、一歩惜しかったな、一歩その頃惜しかったな。これさらっと天と地の差ここまでかなこんなに開いちゃったか。はい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 、これ6メートルなのね、強気だ。えあっと、だからそのレベルね分かんねえこのゴルフ、ね、ゴルフが分からない、そういう時期あったわあ乗り越えたら来たのかプロ、プロの翔さんが相手上げる、プロの翔さんを、ジャンボ佐々木がジャンボ佐々木ゴロがいい大崎いやマジか、もっと強めに種たんだったらやっぱ 雨だね。雨すごいね。いやでもイーグルパットすげえわ本当に。マジですごいやったわ、すごい。ということで最終スコアはご覧の通り、最後にスーパープレーを見せたジャンボ佐々木の勝利。エヴァガチャグリーンジャケットを手にしました。フダヤスキズ、はい、本日のギャフンメーターをよろしくお願いします。はい、それでは本日のギャフンメーターはドドン、こちらです。ゲームの出前5、センス感5、団結力4、末恐れさ3、また来てほしいの5、シャケトバ2音5、合計27点やったシャケトバがあだとなったねシャケトバちょっと聞いてるね、シャケトバ聞いた、あれは腕前なんか俺たちなんかあったいやあのね、トントンでいろいろ組み合わさって俺は5にした。あなるほど、佐々木が今回やばくて、ね、佐々木の評価が主にでかいんだけどでリンクさんマリオゴルフ普通にうまかったよ、ね、嬉しいね、ね、ありがとう、ね、実家で妹とやってんのよあのなるほどね、家族みんなでえいいほのぼのこの微笑まエピソードまで完璧だよ今日はちょっとお二人来てみてどうですか、タカ振られたんですね。どうでしたか、レバーガチャダイパン。何でしょう、あの文字ピッタンの方ではあの今まで気づかなかったあの指示中の才能があってで、まあ、マリオゴルフもちょっと褒めてもらったんで、うん、総合すると俺は、うん、キャディの才能があるシャケトバ持ちながらシャケトバをこう渡す係なんじゃないかパターン見て読んであげて、そばで読んであげるなるもしね、あのサクちゃんがあのゴルフ回るときは俺キャディでつけてサポートしてくれるいや楽しかったです、ありがとうございました、ありがとうございました。最後は恒例の記念撮影、じゃあみんなで写真撮ります。はい、よー、はい、チーズ。おなめじや、次回のお友達はヨルミレナさんと博士ふゆきさん。お前らはもう佐々木さんの発言にヤシロさんショック。さらにゲーム変なだから呼ばれないと思ったゲームが不安な博士さんとスーパーマリオストライカーズをプレイ。何でもありすぎるサッカーゲームでカメラ止めてまさかの収録中断、どうなっちゃうの。レバガチャダイパー。ちっちゃい頃サッカークラブに入ってたんですけど、ルールを知らなかったので自分のゴールにひたすら入れていました。誰も彼を止められません。